M79 敵弾発射機は 40mm 敵弾発射機の一種である。M79 ミルゴー生産型大口径の三弾銃のような外観であり、40X46mm の榴弾、対人榴弾、発炎弾、散弾、フレシェット弾、焼夷弾などを射撃できる。暴動鎮圧用に七姿勢の弾薬として M651 催涙弾。 M1006 スポンジ弾、M1029 ゴム3弾がある。高低圧理論を応用する専用弾であるために反動が抑えられ、片付けでの発射が可能となっている。アメリカでは通称、サンプ、ガン、サンパー、ブルーパーと呼ばれ、オーストラリアではウォンバットガンとも呼ばれる。主にベトナム戦争で使用された。現在は大部分が M203 グレネードランチャーに更新されたが、 少数は現役で運用されている。アメリカではコルト社が製造を担当した。韓国のイウと南アフリカのミルコーがコピー品を製造している。ベトナムでは高額小準機を追加装備した M79VN が生産されている。弾丸装填状態単発、片ち中折れ方式の重心と重傷は超都外で接続されており、 40mm 適弾を重心後部から装填する。手動の安全装置があり、弾薬を装填すると自動的に安全装置がかかるようになっている。トリガーガードは蝶図外で横に倒せるようになっているが、これは陶器の手袋の使用などを考慮したものである。木製の重傷の装備にはゴム製のパッドがあり、射撃時の反動を吸収する。重傷は上側に湾曲しているが、 これは、曲者が前提となっているため、通常のライフルなどとは逆方向に反動を受け流す構造となっているためである。全長は、およそ74センチメートル、弾丸を装填しても、重量3キログラムほどである。重心中央にある折りたたみ式の消門は、重厚の調整と合わせて照準し、照準できる距離は、 最長375メートルから最短25メートルの範囲で25メートルごとに調整できる。M15 小順具と部位紐を併用すれば、行角40度以上の極射火器として使用できる。証言によれば、強風でも200メートルまでの射距離ならば有効な射撃が可能である。M79 の最大の欠点は、単発しかできないということである。つまり、迫撃砲のように、 短時間に一定地域に多数の砲弾を投射してその地域を制圧する、攻力射撃のような支援は期待できず、いてはしばしば拳銃などの副兵装を持たざるを得ない。また、オートイジェクターがついていないため、いては射撃の度に厚くなった、空薬卿をチャンバーから引き出さねばならない。しかし、単発式ゆえに構造が単純であり、故障が少ない。記録上でも、 弾そのものに欠陥があった例は多いが、M79 自体が損傷した例は極めて少ない。M79 を持つ少年兵1961年からアメリカ陸軍に導入されている。1971年の製造終了までに約35万丁が生産された。開発は1951年からのニブリック計画の延長線にある。この計画は、 不評に随反した近接支援のために 40mm の弾薬を各種の火器で射撃し、手榴弾では遠すぎ、60mm 迫撃砲では近すぎる50から 300m の距離を埋める兵器を開発するものである。この構想は M79 を経てアグルズとして XM148 敵弾発射機や M203 敵弾発射機に引き継がれていった。 短く軽量であることから、ベトナムの打つきとした熱帯雨林での運用に適していた。また、2003年からのイラク戦争では、井戸の処分にも用いられた。暴動鎮圧用にゴム弾や催涙ガス弾などの七支製兵器を使用するのに最適であることから、軍だけでなく警察でも使用されている。など、ありがとうございます。